ロビット達也とハリスとデデです。普段はメジャーデビューもしているバンドマンですが、視聴者またはその知人が体験した怖いお話会、お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した実話の怪談の実を送ってもらっています。はい、霊的現象は起きてないですね最近は。あら、なんかヤバい事件はいっぱい起きてますけど。ヤバい事件、そのなんか YouTube 界で。ああ、もうちょっとね。例えばユリニャとか。あ、まあね、ちょっと遅いですね、これが上がってる頃に。ああ、そうかそうか、もう、あんま掘り返さん方がいい。そうだね、余計なことツイートしてないですか過去に。大丈夫ですかそこは。いや、俺全然大丈夫だと思うな。俺も絶対大丈夫だ。高校の時からずっとツイッターやってるけど、うん、そういうのそもそも言わないしな。そうなの、ね、思ってても。ネガティブ系は俺ツイートしたことないな。だから何々かわいいとか。ああ、アクティブ系。アクティブ系。アクティブ系って言うんだよポジティブやろ多分皆さんもツイッターには書かないように、はい、いや気をつけよ、うん、本当に意外と届いたりしてますからね。いや、そうだね。あー、なるほどね。あの悪い言葉もそうだし、はいはい、いいこともそうだけど、最近ツイッターの余計な機能でさ、うん、なんかお前が見たそうなのこれちゃうみたいなの、うん、あるある、出してくるよ、うん、それとかでもさ、なんかめっちゃ春のなんか膝のここアップされてる画像とか出てくる。なんか半ズボン着てて何がしたい。いや、ここにしか目いかんかったとかが、なんで表示されるの。わからん、見た、見たそう。俺が春の膝見たそうやったからいつも見てるやろまあね気持ち悪い人よなので、いろんなところでね、情報がパッと目に届いたりしてるんで、皆さん気をつけてください、うん、では、本日もやっていきましょう。一人目、ゲロシャブさんから届いた怖いそんなやつの読むね誰だよ、ゲロシャブって。怖い、ゲロシャブ。ゲロシャブ怖い。怖い怖い怖い、汚いよ、なんか。私の出身地は四国地方でして、四国地方には古くから大蛇伝説というものがあります。1970年代後期に徳島県で大蛇の目撃情報があったり、高知県と愛媛県の県境に大蛇を祀る神社があったりと、四国地方には何かと大蛇についての不思議なお話があります。これは私の祖父の林業仲間の方が林業を辞めるきっかけとなったお話です。祖父の林業仲間である K さんは昔ながらの職人気質という感じで、寡黙、曲がったことが嫌いな性格だったそうです。そんな K さんは毎朝自分の所有する山を軽トラックで登り、山の山頂付近にある開けた場所に車を止め、大きな丸太に腰をかけてタバコを一本吸ってから仕事に取り掛かるのが習慣だったそうです。 K さんはいつも通り丸太に座りながらタバコを吸っていると、後ろからガサガサ、パキパキと何かが草を踏む音が聞こえ、反射的に後ろを振り向くと、そこには自分を丸飲みするぐらいの大きな蛇がいたそうです。 K さんは大蛇と目が合ってしまい、恐怖で体が動かなくなりました。大蛇は K さんを襲うわけでもなく、ただ見つめていたそうです。時間にして数十秒ほど、その大蛇の目から目線をそらすことができず、 K さんは俺はこれからこの蛇に食われて死ぬのかと思い、もう一本タバコ吸ってから死のうと思ったそうです。丸太に腰をかけたままタバコに火をつけて大蛇を見つめながら孵化していると、大蛇が急に K さんから離れ森へ帰っていったそうです。見えなくなるぐらいの距離になった時、 K さんは我に返り急いで軽トラックの元へ走りました。恐怖で体が膠着していたのもあり、まともに走れない K さんでしたが、なんとか軽トラックにたどり着き、エンジンをかけて山を降りました。その後 K さんが最近山に登っていないことを知った祖父とその他の林業仲間が心配をして K さんの家に行きました。その際 K さんはげっそりと痩せており、夏場なのに防寒着を着て布団にくるまった状態だったそうです。額に汗をかいているのに K さんは体を震わせており、ずっとあの山には大蛇がおる、あの山には大蛇がおると呟いていたそうです。その後少し落ち着きを取り戻した K さんに大蛇について祖父たちが聞いた際、 K さんの身に起きたことの顛末を教えてくれたそうです。 K さんは大蛇に遭遇した日から林業を辞め、数ヶ月後に亡くなったそうです。死の間際にもあの山には大蛇がおるとつぶやいていたようです。これ霊とかじゃないもんね、伝説で、でかい蛇って。まあ大蛇ですから、その名のごとく。
でも自分を丸飲みにできるぐらいってことは、なんか動物に例えるとどんくらい？ピグミーマーモセット、分からん。そんなだとめっちゃちっちゃい。ちっちゃそうや。え、キリンぐらいあるってこと？いや、長くしたら太さもあるから、だからどのくらいのこと言ってんのかわからないよ。アナコンダのサイズを言ってんのか。でも自分を丸飲みできるぐらいってことはアナコンダよりでかいよ、ね、いや多分クマぐらいあるよ、ね、これさ、もしかして俺大きいヘビの妖怪を想像してるんだけど、はい、ただのガチでかいヘビのことかもしんないってこと？いや、それはないと思うよ。冒頭に大蛇伝説の話も添えてくれてるけど、ちょっとだから幻想的なことで多分ね。そう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 、ミニは起きたけど、いや、そのカッパとかそういう類いよ多分。だよね。うん、でも最終的にはおかしなってなくなってるから、ね、メンタルブレイクされてるもん。そう呪われたってこと？そう、多分ね。あと丸飲みされる前にさ、タバコ一本吸ったじゃん。かっこいいな。どんだけ好きなタバコ。いや、でもラストに憧れるわ。これ一本吸って死のうって、そこ割り切れて最後にしたいことがタバコ。かっこいいわ。そういうジジイになりたいね。俺も思うわ。あ、そもそも自分が死ぬって悟れる人になりたい。あ、ここで死ぬかもなって。うん、そうもう、あの、寿命だとしても、うん、あ、もうここで尽きるわって、尽きる時に合わせて何かを残せたりとかする人間になりたいと思うから、うん、これはちょっとかっこいい。いや、憧れるね。誰もタバコ吸ってないあ、忘れてた。そうだ、そうだよ、俺ら喫煙者ゼロだった。死ぬ間際の一本用意してくれじゃん。あ、確かにね、一箱に一本だけ入れて。でもダサいよ。めっちゃむせる。親戚ダサダサいな。もしこれを見ている四国地方の方々、大蛇伝説がある地方の方は、森に入るときは気をつけた方がいいかもしれません。続きまして、月野さんから届いた怖いお話。達也くん、ハル君、タイタイはヘミシンクというものをご存知ですか？これは幽体離脱に誘導する方法で、海外では研究所もあるというぐらいのものです。このお話は10年ほど前、私が彼と同棲していた頃の話です。私はオカルトや都市伝説などが好きで、友達からヘミシンクの CD を持っている、これを聞きながら目を閉じて横になって練習をすると幽体離脱ができるようになると言われ、興味を持ちました。何日か練習して、なんとなくいつもと違う感覚を得られると思っていたのですが、その日もやってみようと思い、夜から仕事だったため、お昼寝するねと彼に伝え横になりました。彼はテレビを同じ部屋で見ていました。数分経って明らかにいつもとは違う感覚にとらわれました。それは携帯のバイブレーションみたいに体が激しく振動し始めたんです。はじめは背中とベッドの間に携帯電話を挟んでしまっていて、着信が来たと思ったのですが、その振動はベッド自体が揺れているのかというぐらいの大きいものになっていきました。だんだん怖くなってきて、ふと彼の横顔を見て声を出そうと思ったんです。するとあることに気づきました。私は軽く寝返りというか、上体を横に向けて顔は完全に彼を見ているつもりでした。激しく振動もしているはずなのに、彼は全く気づいていない。そしてもう一つ大変なことに気づいてしまいました。横を向いているはずなのに、後ろに自分の体が残っているのが視界に入ったんです。まさに幽体離脱。そこで私は思い切って起き上がってみたんです。すると粘着の虫や害虫用の罠に捕まったかのように、ぐにゃーっと私の体から抜け出せる感覚になりました。強い力で体に戻ろうとするんです。でも私は無理やり起き上がろうとしました。するとベッドの上に座っている状態まで起き上がれたんです。彼は気づいていない。テレビの内容もはっきりと理解できます。ねえ、彼氏を呼ぼうとしました。心の中ではできた、やったとドキドキしてしまったんです。その瞬間、激しくバタンという音とともに、私は自分の体に戻ってしまいました。それからはあまり試さなくなったのですが、いろいろ調べてみると、亡くなった方、遠く離れた方がヘミシングを同時にしていれば、リアルなオンラインゲームのように会ってお話できたりするそうです。ヘミシング音源は YouTube にもあったので、ノンラビさんも幽体離脱試してみてはいかがですか。
なんかまた別角度やな。そうなのよ。大丈夫かこれ。だ自分の体から出れる音源ヘミシンクっていうものがあると。グッて切れる。どっち。あ、後半はヘミシンクしてる人のことを勝手に俺がヘミシングって呼ぶ。いや勝手に呼ぶな。ヘミシングしてる人って。じゃあヘミシンクなの。そう、ダンスしてる人はダンシングみたいな。なるほどね、はい、ヘミシンクっていう音源よ。で、ヘミシンクしてる人はヘミシングっていうの。ここではね。なるほど、ここだね。じゃあその音源実際に聞いてみますか。どういうことなの。洗脳系でしょ、これも。いきます。波の音みたいな。うん、全然。全然安らかな気持ちになってくる。逆に一人できちゃった。そこら辺にいたかもしれない。俺ずっとこんなんなのかな。で、音源はワンパターンじゃなくて、うん、他にもあるわ。いや、俺がたまによく寝れないときに聞くやつ。快眠 BGM なの。割とリラックス系なのかな、うん、これを聞きながら寝るの。いや、これを聞きながら寝るというよりは多分試みるんじゃないかな。え、あ、じゃあもう結局自分の意思のが大事なのかもね。そう、寝てるわけじゃないから。あ、そっか。大丈夫これ、笑顔のインド人踊り出されるこれを聞きながら、まあ、幽体離脱の経験があるってことなんでね。なんかもっと詳しく本当は DM には書いてあって、うん、その後彼氏が見てたドラマの、いや、このシーンであのシーンでって言ったら、あ、あったあったって。だから寝てはないのよ。確かに。ちゃんと抜け出してそれ見てんのよ。でも鍛えると繋がれるわけだからね、どこにいても、ね、最後言ってたけどオンラインゲームみたいな。それすごいよな。すごすぎる。ヘミシングできるわけだから。生きてる人同士。そう、あと死んだ人にも会えるみたいなことも書いてあったよ。あとはもう旅行できるみたいな。でしかもそれの研究とかあるんでしょ。そう、海外にはあるらしい。怪しいな。大丈夫なんですか。まあでも金縛りとかも多分研究とかあるじゃん。多分、うんうん、そういう類なんじゃない。うん、人体の不思議じゃないけど、うん、海外好きそうやな。確かに。まあね、こういうの好きよね。もしこれを見ている方の中で幽体離脱してみたいという方は、もう YouTube で調べれば簡単にいくつも出てきたんで、ぜひやってみてください。続いて、ルイのママさんが体験した怖いお話。転生賢者の異世界ライフオープニングテーマ決定おめでとうございます。アニメも YouTube も楽しみに見ています。私が体験した怖いお話です。え、これ、取り直した意味なくなるの。いや、今の部分はね、うん、え、この後、あるんですね。あります、あります、うん、やっぱね、ずっと怖い話読んでるやろう、うん、ふざけてるってくるんだ ね、 笑えてるって感じ。そう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 。私の旦那は自営業で仕事に必要な道具などを保管している倉庫があるんですが、その倉庫には何度か一緒について行ったこともあり、その日も一緒に行っていました。私は車の中で携帯をいじりながら待っていたのですが、夕方で薄暗かったので車のライトはつけたまま。林の中にある倉庫なので少し怖いなぁと思いながら周りを見ていると、突然車の前を白い子犬が楽しそうにルンルンしながら通っていったのです。わあ、かわいいと思った瞬間に違和感がありました。あれ、あの子生きてる子じゃない。白い子犬は透けていたのです。不思議と怖いとは思いませんでした。その後荷物を積み終わった旦那が帰ってきたので、帰りの車の中、さっき起きた白い子犬の話をしました。すると突然旦那がゾッとしたようで、こんな話をしてくれました。数日前、一人で倉庫に道具を取りに来た際、荷物を積み終えて帰ろうと車をバックさせると、突然泣き声が聞こえて、はっと車を降りて見てみたら子犬を引いてしまっていたそうです。小さかったため亡くなっていたそうで、土に埋めてあげたそうです。そしてその子犬は白い子犬だったというのです。私が見た白い子犬はその子だったのかもしれません。犬の霊、ね、とうとう犬の霊来たの。そう、まあでも犬もね、
霊になる権利あるよ、ね、まあね、権利で言うと生き物であれば誰でもいけるんじゃないかって思ったまま出ちゃったよね。ちょっとまたちょっと疑問に思ったことあるんだけど、はいはいはい、いい、いいですよ。あのもしさ車でさ犬引いちゃったとするやんか、うん、もしその犬がどっかから脱走してきちゃった人の犬だとするやんか、うん、その場合ってなんて謝ったらいいの？ああ大事にしてた犬わけ。いやまあ家族やからな、うん、けど脱走しちゃった家にも暇あるやん、うん、そうだね。しかも、まあ、犬の飛び出しなんかマジで予測不可能だからね。あるっちゃあるじゃん、うん、そういう時になんて言ったらいいの？問われるの罪に。でも恋じゃないからね、悪気がないから。でも言うことは一つしかないよ、ごめんなさい。当たり前だよ。それは言うよ、ごめんなさい以外ないよ。それは言うよ。それ以外でも余計なこと言わん方がいい。確かに変なこと言うとそうね、うん、もっとややこしくなるから。まあでもとりあえず警察だよね。とりあえずそこに飼い主いないじゃん。うん、辛いなそれ。野良猫とかバンバン敷かれてるからね。そうだね、そうやな、たまに見るね。でもそれが野良かどうかは分からないしな。ほんとそうよ、全然野良じゃない場合もあるから。今回はその引いてしまったワンワンがそのルンルンで歩いてたからよかったけど、うんうんうん、なんかワンワンも擬音に聞こえたわ。あともう一個ぐらい欲しかったし、ほんとほんとはね。そうだね、うん、俺も探してたもん今。チンチン以外出てこなかったから自主規制入った。次が最後の怖いお話でございます。これはちょっと僕は撮ってて鳥肌レベル一番高かったよ。え、一番？一番。前のもいろいろあるけど歴代で一番。うん、俺はね。また更新してるやん、うん、では行きましょう。鳥マサさんから届いた怖いお話。僕が中学1年生の頃の話です。ある平日の朝、学校に行くため準備をしていました。親は僕より早く家を出ていて、家には僕しかいない状況でした。いつも通り準備を済ませ、家を出ようとした時、別室からドンドンと何かを殴るような音がしました。その瞬間、恐怖で体が固まりました。そこは風呂場で洗濯機がある部屋。親が洗濯をして家を出たんだな。と思い、落ち着きを取り戻して僕も家を出ました。その日の夕食、親に今日の朝、洗濯機の音でびっくりして固まっちゃったよ。と言うと、今日は洗濯機なんて使ってないよ。と言われ、鳥肌が止まらなくなりました。さらにその日の夜、布団に寝転がっていると、ベランダの柵の隙間にひいおじいちゃんの顔があり、こちらを覗いていました。声も出ずに固まり、すぐに目をつむってそのまま眠りに落ちました。後日そのことを祖父に話すと、ひいおじいちゃんは僕が生まれる前に入浴中に強盗に入られ、浴室でボコボコに殴られてそのまま亡くなったという話を聞かされました。その後すぐに引っ越しました。それ以降何も起こってはいませんが、初めて本物を見てしまい、ショックと恐怖でしばらく学校に行けませんでした。え、ひいおじいちゃんは殺されてるんだ。殺されてんのよ。しかも風呂場でボコボコでしょ。ボコボコにされて。だから助けてってことかな。助けてた。いやか、ボコボコにされてる音、されてる音か、殴られてるような音だから、それ生々しいな。いやだからそういう怖さ、今回2個怖い。殺人されてることを再現してる怖さと、それがお化けっていう。でベランダの隙間から、そう、おじいちゃんがその日見てるわけだから。え、その家だった。その家、現場も、現場もだから引っ越したわけよ後日。え、ってかニュースになるぐらいの事件じゃね。そうだね、強盗殺人でしょ。うん、それさ、すごいな。普通さ、強盗とかってさ、その物だけ取ってもう去っていくもんや。まあね、だってそのリスク高いもんね、殺しちゃったら。でもひいおじいちゃんだったからじゃない。もうお風呂入ってるし見られちゃったから、もう年齢的にもいけるから殴ろうと思って。いや、そう、いやでも多分それで死ぬと思ってやってないよ。いや、俺の友達のもの、えげつない話やるよ。俺の超仲いい友達の、これなんかもう別で話せるぐらいなの。え、これ最後のここでちょろっと話すのもったいない。もったいない。ちょ、次の動画でいくか。そんな釣り方ある？まあまあいいけど、じゃあ次の動画の冒頭で話すか。今話すか。まあ似てるんだよね、それと。うん、今話しようかな、じゃあ。うん、あの寝てたんだって家で、そしたら起きたら畳で寝てて、畳の隣の顔のところに包丁刺さってたの。おお、えってなって、うん、なんかそれ警察に、まあ、通報してまっ、うんうん、パーっていろいろやったんだけど、なんかその犯人が、うん、なんか中で物色してて、うん、取れるものなくて
なんか包丁、とりあえず台所にある包丁をなんかそのとこに刺してったらしいんだよね。なんかなんで、まあ、なんか意外と怖ない。いや怖いよ、うん、冷静に意味わかんないじゃん。意味わかんない。だからえ、その友達は何畳入れてんの。和の家だから和の国みたいな。和の家、和の家みたいな。おもろないな。おもろない。畳ないやろうな。ほんで全然怖ないよこれ。次の動画にしなくてよかった。確かにね。これで映ってたら。でもさ、怖くない。冷静に、まあ、体験としてはめっちゃ怖いね。まあまあ、布団ってこと。畳に直でしなその場所。それもまで意味わかんないし。だって和の家だから。意味わかんない。その友達が俺意味わかんないわ。そこに犯人に置かれたわけじゃなくて、その、まあ、こっち来いみたいな感じで寝てる時にやられて包丁こうじゃなくて、じゃなくて畳になんで直寝してんの。布団は。それはいいだろ。矛盾はあんまつつくない。いや、布団はどうしたんだよ。いやだから犯人が物色して何もないから、うざくてもうクサーって、うん、多分そういうことじゃない。だから殺してたぞ本当はって。あ、多分そうだと思う。びっくりだよな。目覚めてそれびっくりしたっすよ。寝返り打ってたら顔が出て。寝返り強っ。確かに危ないっちゃ危ないな。おということで以上が視聴者またはその知人が体験した怖いお話でした。いやそれなんで入られたんだろう、そのボコボコのおじさんは。いや普通に強盗やろ。鍵閉め忘れ。いやもう窓から入るって来るか。うん、失うもんない、まあ、そうやって言うよね。本当に失うもんないやつがこの世で一番ヤバいと。いやそうなんだ。じゃなきゃそんな行動に出ない。うん、俺たちは失ったら困るもんばっかで幸せだな。かっけえ。熱っ。ツッコミがいません。なぜならツッコミがボケたから。全員賛同者。かっこよかったです。ということでまだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。あるよという方は僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください。では今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして。おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユージ。この汚れた世界に消えたいよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ2022年7月放送開始。疲れちゃったよ優等生。思ってる言葉も言えなくて。誰のために生まれてきたの。はみ出せば劣等生。叫んだこれは私の人生。描く強くなりたい。是が非でも行け高く熱く長い。ここでゼロになる。